日本東京都中央区日本橋中洲日本橋中洲は東京都中央区の町名。町名の設定のない単独町名である。郵便番号は1 0 3 0 0 0八。日本橋と称される地名の中では唯一末尾に町がつかない地名である。東京都中央区日本橋地域の南東に位置し、北で日本橋浜城、隅田川をまたいで東側で。 時は、清澄、南東の隅田川上の一点で、佐賀、南西で、日本橋箱崎町と隣接する。このうち江東区成町との間には、清澄橋が渡されており、日本橋中洲はその西詰めにあたる。江東区、時は及び、佐賀とは、水面上でのみ接しており、陸上交通では、直接渡れない。日本橋旧省庁に所在する。 九州警察署の管轄にあたる。江戸名所百景のうち、三股別れの淵隅田川対岸から眺めた安政紀の中洲。中洲はもともと文字通り、隅田川の中洲であった。川が三方に分かれていた地点にあったため一帯は、三股とも呼ばれたが、具体的にどの流れを指したかについては、諸説ある。また、付近の海域は、淡水と海水の分かれ目にあたるため、 別れの淵と呼ばれた。月見の名所として有名で、船遊びで賑わった。1695年吉原の遊女高尾太夫が、中須近くの戦場で釣り切りにされ、遺体が来た、新堀川岸に漂着し、高尾稲荷に祀られたという逸話がある。1771年7月27日、孫目影湯により、浜町と地続きになるように埋め立てが行われ、 1773年1月10日に中洲新地として竣工した。1775年には町屋が整い富長町と交した。間もなく飲食店が立ち並ぶ一大観楽街となり、両国の客を奪うほどの賑わいを見せた。しかしながら隅田川の流路を狭めたために上流で洪水が頻発し、 また、車種を今占める完成の改革の影響もあって1789年、取り壊され、足の茂る浅瀬へと戻った。この時の土砂は、墨田土手の構築に利用された。1886年再び埋め立てられ、中須賀氏が成立、後に、中須町となった。1893年、真っサゴ座ができると、中須は、娯楽街として再びに祝いを取り戻すかに見えたが、 大正期には早くも廃れた。1935年中須に改称する。1947年より中央区日本橋中九1971年そのまま住居表示が実施された。1971年に浜町との境、翌年に箱崎町との境が埋め立てられ、完全に地続きとなった。2019年9月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。